ともめさん、こんにちは。ハンドレッドアイドラゴン墓地のミラージュコピーして自身リリース、リュウです。さあ本日はですね、クソゲーをお見舞いしていきたいと思います。ぶち壊れカードが実装されたというお話はもうここ数回の動画でお伝えした通りではございますが、スターブラストというね、この500の倍数のライフポイントを払うと、手札か、フィールドのモンスターのレベルを下げられるという、そういうカードがあるんですが、このカードが、まあ、ぶっ壊れておりまして、で、まあ、いろんなスキルと相性がいいんですが、今回はですね、非常にクソゲーをね、お見舞いしていこうと、思っておりまして、これです。パズルの封印。このスキルめちゃくちゃ強いんですよ。これライフポイントが1000以下になると、次の相手ターンの終了時までお互いに効果モンスターを、召喚、特殊召喚することができないし、モンスターの効果を発動することができないという、まあ要するにですね、通常モンスターしか出せなくなるんですね、基本的には。めちゃくちゃ強いんですよこれ。だから結構そのこの効果を逆手にとってガンドラとかを出してパズルの封印するとか、そういうコンボもあったんですけども昔ね。今回はもう単純に強いブラックマジシャンというモンスター。これまあ、3000ライフ払うとレベルが1になれるので、で3000ライフ払って先行でパズルの封印します。先行でパズルの封印すると何が起きるかっていうと、相手はですね、基本的にモンスターを出せません。交換モンスターもセットはできますけど、一応交換モンスターを召喚特殊召喚することはできないんで、モンスターのことを発動することもできないんで、基本的に相手はモンスターを出せません。でこっちは通常モンスターなんで出せます。ナビゲートでもちろんこれ通常モンスターなんで、このモンスターはもちろんね、通常モンスターがエースモンスターなんでね、彼は。で、まあもちろん強いのは、まあジンですね。で、ブラックマジャンっていうのは、まあジンがないとやっぱ除去できないので、相手のモンスターとかを。まあ、なかなか辛いっていうのはあったんですが、それを、スターブラストとか、大熱波とか、この辺の超制圧カードで先行制圧して、相手にもはや除去するとかじゃなくて何も出させないっていう、そういうね、先行制圧デッキになりません、今回は。何度も言っていますが、先行制圧っていうのは良くないんですよ、遊戯王で。まあ、高校ワンキルも良くないんですけども、高校ワンキルと先行制圧っていうのは良くないんです。これが簡単にできるこのカードを実装した、コナミが悪い。すべてはコナミが悪い。デュエル、スタンバイ。さあ、勝てば昇格戦でござる。クソゲーをしていたら昇格戦でござる。これは、人掛け。人掛け陣するか。人掛け陣しよう。こっち先人掛け陣で。ブラックマジャンがトップに、これで、いてくれるとめちゃくちゃやばい動きできるんだけど、いるわ。天才だった。天才でした。僕、ブラックマジャンデッキ使うと先行しか、取らなくなるんですよね。めっちゃ強くないですか俺。これでいいか。で、スターブラスト打って、で、3000ライフ払うんですよ。で、ブラックマジシャン見せて、見せるだけ見して、で、これ2枚セットするんですよ。で、こっちスキル発動してパズルの封印したら、相手は、効果モンスターを召喚特殊召喚できねえし、効果モンスターの効果発動できないってやばいことが起きました。さあ、実質は大熱波ですね。実質大熱波。まあ、多分ネオスなんで、まあ、リュウマドとか、入ってると思うし、ネオスフュージョンとか入ってると思うんですけど、ネオスフュージョンは打てませんよと。まず即召喚できないですからね。で、リュウマドも召喚できません。あれ、効果モンスターなんでね。だから、通常モンスターだったら、召喚できるんで、まあ、なんだろうな、バーストレディとか、ああいうモンスターだったら、一応、召喚はできますね。これ、先行パズルの封印、これやばいだろ、やってること。セット、セット、セットと。で、ターン終了時、マジシャンとナビゲート打って、なんであなた出せるんですかって、なんでか分かりますか。ブラックマジシャンはですね、効果モンスターじゃないんですよ。効果モンスターじゃなくて通常モンスターなんで、この人は出せるんですよ。やばいでしょこのデッキ。理不尽すぎるだろ。誰が勝てんだよこのデッキ。いやー、圧倒的クソゲー。まあ先行ゲーじゃないですか、まあ、ぶっちゃけブラックマジシャンなんて。だからあんま強まあ、高校取っちゃってもね、なんとかできるんですよ。スターブラストで特殊召喚できるんで、またこれあれですね、カーテンみたいなイメージですね。カーテンはまあ、デッキから出せるんで強いですけども、これはまあ、手札にね、引いてないといけないんで、ちょっとあれですけど、まあ、クローン魔術のベールみたいなイメージで、まあ、スターブラスト打って、パズルの封印して、ブラックマジシャン殴っていくみたいな、そういうデッキになりますね。
これに関しては。で、これも空いてる動き次第では、魔導陣してから、スターブラストでブラックマジャのレベルを、6下げて、で、出さずにエンドとかまであります。普通にナビゲーター出せるから、ブラックマジャはね。っていうのの、ブラックマジャは。さあ、エド・フェニックスさん、だいぶ考えましたね。さあ、1枚セット、なるほど。1枚セット、めちゃくちゃ光ってる。なんだろうな。ここで光るって意味わかんないんだよな。これなんだろう。まあ、エド・フェニックス、なんだろう。あ、バルキリーか。はいはい。DD ね。OK。あ、でもバルキリーでこれ破壊されるとめんどくさいが、破壊されない。あ、何の成果も得られないやつだ。マジか。マジか。何の成果も得られねえやつか。いや。これは、さすがにロットか。ロットが一番最初に来た方がいいな。で、これでいいんじゃないか。で、まあ、スターブラストは打つんですけど、あれ、DD でしょ？だから、特殊召喚ができなくさせればいいんですよ、基本的には。モンスターを。あいつらって基本的にモンスターを出さないと、何もできない、まあ、あの、デッキなので、まあ、バルキリーがちょっとめんどくさいけど、手札コストで、なんか捨てると、こっちのカード破壊してくるんで、ちょっとめんどくさいんですけど、とりあえず3000ライフ払いますよと。これやっぱ能動的にね、3000ライフも払えるのはどう考えてもやばいです。このデュエルリンクス環境においてね。バルキリーちょっとめんどくせえな。どうしようかな、まあ、次ロットなんで、次ロットでしょ。次ロットだったら、まあ同じことできるから、でブラックマジシャン出して、で、バルキリーを除外したいなっていうか。でバルキリー除外して、バルキリー除外、まあでもここでバルキリー除外になんか何らかの効果、まあ多分ブラックマンシャンか、まあジンかどっちかにバルキリー打ってくるでしょ。はい。さあ手札から DD カードか契約書を捨てると、フィールドのカードを1枚破壊できるっていう、まあ1枚1枚効果ですね、これに基本的にはね。はいはい、 OK です。ブラックマンシャンが破壊されていく、それは問題ない。で、カードを1枚セットして、これ今一応ジンの方が一応相手は良かったんじゃないかなっていう話はあるけど、まあ、とりあえずターン終了して、これでパズルの封印したので、相手は効果モンスターを召喚、特殊召喚することはできず、効果モンスターの効果を発動することはできません。さあ、来ました、この外役ムーブ。まあ、実質ね、バニティスペースみたいなのがあるんで、一瞬だけ。ちょっとだけバニティスペースっていう感じあるんで、さあ、カードを1枚セットすることしかできない。そしてもちろんマジシャンズロットを引いていく。マジシャンズロットを召喚し、マジシャンズロットの効果を発動。さあ、これでイリュージョンマジックを手札に加え、そしてイリュージョンマジックの効果を発動し、ブラックマジシャンを手札に加えていく。さあ、これによってブラックマジシャンが手札に加わってしまった。さあ、まずいです。エド・フェニックス選手。このカードを止めることはできるんでしょうか？マジシャンズナビゲートの効果を発動。いや、やっぱね、俺何回も言うわ。繰り返して。能動的にライフを削れるカードをこんな簡単に実装してはいけません。しかもこのカードなんとレベル7とか8のモンスターを出せるんでね、簡単に。これね、やってはいけません。こういうことです。どうやら理解しようですね。そうです、これがデュエルリンクスです。デュエルリンクスは神ゲーです。さあ、お相手の方、満場目順だと。やばそうな匂いがするな。満場目順はちょっと今この段階で、満場面陣はちょっとやばい匂いがするぞ。スターブラストだぞ。やばい。やばい。なんだこいつ、誰だお前。このカードはモンスターイタリーでしょ。あ、シリュウか。貫通んだっけ。このカード終了しました。攻撃しちゃうとき、攻撃超えてれば貫通する。なるほど、オッケーオッケー。シリュウね、珍しいカード使ってね。いや、やばい、これ何もできない。やばい、これ何もできないで散っていきそう。何もできないで散っていくぞ俺。やばい、モンスター出せねえしよ。ここターン終了するしかないか。ターン終了するしかないか。このゲームやばすぎるだろ。駆け引きとか一切ないからね、このゲーム。やばいでしょ。さあ、これはもうね、2900だからギリギリ残らないか。あれ、召喚魔術。え、やばいこと起きたわ。やばいこと起きた。ちょっと待って、みんな、これやばいこと起きてる。ちょっと待って、こんな、これ犯罪だろ。これは犯罪者。これは有罪だろ。これ死刑でいいよね。これ死刑でいいと思うわ。
そいつは死刑でいいと思う俺は。